ニャーティ・ゼンポは、伝説上の古代チベットの王である。漢文資料では、ジョー・赤さん・ヒロシと表記される。彼の知性は、紀元前127年に始まったと言われ、伝統的なチベットの歴史では、ヤル・ルン王家の最初の王とされている。トンコウの年代記では、彼が、天からヤル・ラシャンポ山に降りたと書かれている。チベットの神話では、チベットにおいて、 最初に建造されたとされるユンブラカン宮殿は、彼のために建立されたとされる。また、チベット歴では、彼が即位したとされる年を元年としている。ニャーティ前方及びある、ルン王家の起源について、チベット神話では次のように記されている。インドの王家に異形の子が生まれた。王はその子を何日側に捨て、その子は漁師に拾われて育てられた。 その子は成長し親に捨てられた羊を知り、悲しくなってガンジス川を遡って、雪山に向かった。そして、ラリロルポの頂に降って、おもむろにご覧になると、山は、ヤルラシャンポが良い、地は、ヤルルンが良いと知り、セタンのヤルラシャンポ山に降った。それを見た土地の狩猟たちが、どこから来たのかと尋ねると、その子は天を指さしたので、この子は、天から降りてきた神の子だ。 我々の王にいただこうと、皆でおみこしに担いだので、最初のチベット王は、ニャーティツエンポと言われた。それから、名前の一部にティという文字を持つ七人の王が続いたが、彼らはいずれも子息が馬に乗れる年齢に達すると、頭頂から天に向かって伸びている綱の中に肉体を、虹のように溶け込ませて消えていった。 したがって、天の七手の三笹は天に立てられたが、次に現れたディグム前方王の時、天と繋がるムが切れて、それ以後は地上に体を残すようになった。チベットを知るための五重章。赤石書店。ISBN9 兆7847億5031万8950。ありがとうございます。